印刷トラブル検討不良編。今回は原因と対策について説明していきます。KGC プリンティングカレッジの三浦です。よろしくお願いいたします。多色印刷で各色版を所定の位置に重ね合わせる作業。また、両面印刷時で表裏の位置を合わせる作業を検討合わせと言います。 検討不良とは、絵柄が各同感で天地、左右もしくは部分的にずれる現象を言います。この検討が合わないと、絵柄、文字などがずれ、色調が劣り、品質低下をさせてしまいます。その検討不良の原因となる項目は、こちらの7つの項目が考えられます。 今回はこの7つの項目に対して対策といったところを話を進めていきます。まず1つ目、用紙不良。この用紙不良とは、波打ち、おちょこ、変わると言ったように、用紙の形状が変化してしまうことを言います。この用紙の変化を防ぐために、印刷室の温度、湿度を管理することで、 用紙の変形を防ぐといったところが一つ考えられます理想の印刷環境としては温度は23度プラスマイナス2度以内また湿度は55%プラスマイナス5%といったようなものが理想として挙げられていますなぜこのように理想の環境が言われるのかといいますとこの用紙に対して湿度が高いと 用紙はその吸湿により波打ちといった現象また湿度が低いと放出によりおちょこと言ったようにこのように波打ったような形また用紙が反り返ったような形に変形してしまうということにつながってしまいますこのように用紙が吸湿してカールや波打ちが大きい場合 用紙が伸縮してたるみが大きくなりブランケットと厚道の間の圧力で用紙が伸ばされてしわが発生しやすくなるほかファンナウトなどが発生し検討不良となることが考えられます次に吸水量肩についてこれに対しての対策は示し水を可能な限り絞ることを意識してください なぜかというと、半面の日が線部についた水は、ブランケットを返して、紙にもつきます。そうすると、その水を吸った紙は、紙伸びしやすくなるからです。では、どのように水を絞っていくことを意識していけばいいのかと言いますと、ポイントとしては、汚れ始める吸水量の限界値を意識することです。 ただどの程度が適正なのかは印刷しないと分かりませんのでまずは前ののジョブの汚れ限界値を目安に下げていきます現在の給水量は前職4職ですけども15ポイントになっていますが。 取りました。サンプルの方ですね。こちらの加え側の方ですね。えー、ご覧いただきますと。操作側の方は。4色すべて、えー、汚れがありまして。これ、検討側もこれ四色すべて汚れてます。ちょっと墨がやや詰めて汚れているんです。次に、吸湿部、検討部の調整不良。吹き足などの、さばきのエアーが強すぎると。 用紙中央部が膨らんだ状態でスイングから映動一色目の圧動に入るためフィーダーボード上で用紙が膨らまないようにエアーの調整と確認を行っていきましょうまたボード上のコロの位置強さによってもその 用紙の先端が膨らんでしまう可能性がありますのでこちらの方も見直していく必要性がありますそしてブランケットの紙離れ不良これに対しての対策として大きく3つまずブランケットが緩んでいないかを確認するこちらの方法に関してはシャープ19のドットゲイン対策編を 改めてご確認くださいそして2番目のブラン離れの良いブランケットを選択するということに関してはこの検討性に対してのブランケットは平滑なブランケットよりも素面なブランケットの方が紙離れがいいので検討精度が改善する場合があります。 そして三つ目の陰気のタックを落とすためには除剤としてレジューサーもしくは腰切り剤というものを使ってその陰気のタックを下げてあげる必要があります陰気のタックが高い場合やまた中には静電気などで用紙とブランケットとの紙離れが悪くなると紙の搬送が悪くなり 検討不良の原因となる場合があります。このような時にはタックを下げたり、またその他印刷スピードを下げることで改善する場合もありますので確認してみてください。次に、同う立たて不良。同う立たて不良に関しては、再度確認の上、下てを標準に設定することを行ってください。 こちらもシャープ18とシャープ19のドットゲインの対策編を再度ご確認ください。トゥルーローリング法とは反動をブランケット胴よりも大きく仕立てることです。その目的はそのシリンダーの表面速度を一致させて回転させることです。もし仮にその収束差が大きく生じた場合、 アミテンのブレなどの印刷障害が発生します。それでは、印刷をした時に、反動、ブランド、圧動の収束が一致しているのか、いないのかを確認するには、どうしたらいいのでしょうか。オペレーターが簡単に確認する方法としては、その印刷物のトンボ寸法と、サッパンのトンボ寸法が 合っているるかかを確かめることですだいたい同じ程度になっていれば、その同詞立ては良好です。だいたいなどと説明すると無責任に聞こえますが、多少の収束差はブランケットの弾力性によってカバーされるのと、紙という物質は性質上伸縮をしますので、そういった要因が含まれます。しかしながら、 あまりにも大きな差がある場合は再度確認作業を行い修正を行ってください次に爪爪台の清掃調整不良となりますこれに関しては爪爪台の清掃を定期的に行ってくださいその清掃方法でも一括で開いて清掃を行うまたは 爪を個別で開いて清掃を行った場合にその復帰作業時に調整不良となってしまうことで検討不良またダブリの原因につながってしまいますシャープ11でのダブリの対策編を改めてご確認ください一番のおすすめの清掃方法はスプレータイプで行うことで簡単に行えるということをお勧めしています また機械の使用によって用紙の厚みが薄紙厚紙と切り替える際にその冷たいの高さを設定した際に戻し忘れなどが起こってしまいますとこういった検討不良につながってしまうことが考えられます検討で一定位置当てと針が揃えられた用紙をスインググリッパーが加えて デリバリーまで搬送される間でその用紙位置の精度が崩れ食感検討の原因となることが考えられます次にサッパンの取り付け不良。自動販行官の場合サッパンをセットした時にそのサッパンが基準品に正しくセットされているか確認を行ってください。 一度でなく二回と重複確認を行うことを習慣づけていただけるといいと思います少し浮いているだけでも検討に大きく左右してきますまた、半自動での交換の場合には加え側の万力を閉じる前にきちんと基準ピンに 入っているかどうかを確認した上で次の動作を進めていくというのも一つの手だと思います。また、半万力を使って検討調整を行った際には、その印刷が終了したときに、きちんと基準位置に戻っているかどうかを確認と戻しを忘れないようにしてください。次に自動での反交換で 次の仕事に切り替える際に反交感エラーにつながってしまうことが考えられます正しい戻し方に関しては取扱説明書を再度確認ください以上で検討不良原因対策編を終了いたしますご視聴ありがとうございましたまた改めて YouTube チャンネルへの登録をお願いいたします それでは失礼いたします。